はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たった30秒お腹が今日出てるよっていう人にね、おすすめな腹筋紹介します。30秒なんですけども、30秒ずっとお腹に力を入れたまま止まっとかないといけません。そして意識すべき点は、できるだけ呼吸を長く吐く。30秒ですから、できれば2呼吸ぐらいでいきたいです。まあ、15秒ぐらいね、息を細く長く吐きながらお腹をしっかり引っ込める。そこだけをしっかりね、意識してください。お腹をしっかり引っ込めるには腹横筋という筋肉が必要です。お腹をしっかりね、引っ込めながら息を吐く。これができればですね、お腹の脂肪がそのまんまでもですね、ウエストがしっかり引き締まります。特にですね、塩分を取りすぎた翌日とかは、やはり水分量が多くなってお腹がちょっと出てしまいます。例えばお酒を飲みすぎた時、そういった時もね、お腹が出てしまうんで、そういった時にはこの今日やる腹筋を翌日の朝とかね、やってもらうと1日お腹が引き締まった感じしますんで、よかったらやってみてもらえたらと思います。では説明します。手は万歳した状態でお腹をしっかり引っ込めときます。で、足を少し浮かせます。で、この時に腰に隙間ができないように腰をしっかりね、つけてください。この腰が浮いてしまっているとお腹が締まらないので、腰にしっかり丸めて床につけた状態で足を伸ばして、足をバタバタしながら息を吐きながら、ふーと吐きながら戻ったら吸います。またふーという感じです。腰を丸めてお腹をどんどん引っ込めて、細く長く息を15秒ぐらい吐きます。これを2回やっていきますんで、約30秒で終わります。これをね、毎朝やってもらえたらと思います。では30秒セットしていこうと思います。はい、ではいきます。しっかり吸って、どんどんお腹を引っ込めます。はい、なくなったら吸います。はい、お疲れでした。はい、皆さんお疲れでした。毎朝ね、30秒だけ布団の中でも OK です。ただ腰を丸めないといけないんで、下がねちょっと柔らかいと難しいかもしれません。できるだけ硬いところで腰をしっかり床につけてる感覚を持ってですね、今みたいに30秒やってもらえたらと思います。で、お腹をしっかり引っ込めるポイントなんですけども、腰丸めてお腹を引っ込めるんですけども、これを30秒1セットしかねやってないんですけども、まあ、理由はですね、3セット4セットやっちゃうと、もちろんお腹の筋肉ね、腹横筋は効くのは確かなんですけども、腹横筋の力が弱まってしまうと、やった後にですね、お腹が出ちゃいます。1セットぐらいがちょうどいいのは、お腹を適度に使うことによってそこに意識がいきますんで、お腹を少しね、さっき30秒やったと思うんですけども、お腹を少し引っ込めた意識がね、保たれます。これやりすぎちゃうと力が抜けちゃうんで、もちろんお腹が出てね、いいよっていうね、前日はいいんですけども、その日とか次の日とかお腹がね、引き締まっときたいよっていう人は1セットぐらいがちょうどいいです。お腹に少しね、意識がいきますんで、そういった感じをね、感じたい人は30秒の1セットで終わってください。まあ、簡単なのでね、皆さんできると思います。もしやったよって方はコメントとかグッドボタンもらえたら嬉しいです。よかったらシェアもよろしくお願いします。タートルでした。